平井信号場は愛知県豊川市平井町新名にある名古屋鉄道名古屋本線の信号場である。名鉄名古屋本線と東海旅客鉄道飯田線の分岐点である。JR の前身である日本国有鉄道時代には飯田線側にも平井信号場が存在したが、1963年に小坂井駅に統合され、廃止、現在では、 小坂井駅の構内扱いとなっている。豊橋駅と平井信号場の間は、名鉄は 3.8km としているが、国鉄は 3.9km としていた。伏線の名鉄名古屋本線と、同じく伏線の JR 飯田線の分岐、合流点である。下り線の分岐点は両開き型で、分岐後 JR 飯田線は右手にそれて築定上を、通る名鉄の上り線を、 アンダークロスし、豊川方面へ向かう。一方豊橋方面へ向かう上り線の合流点は、名鉄名古屋本線側が直線で、JR 飯田線がそれに合流する形をとる。もともとは、名鉄名古屋本線の前身である愛知電気鉄道と飯田線の前身である豊川鉄道が、1927年に、それぞれの単線を共有して、伏線として、 運行を開始したのが始まりで、その分岐点として設置されたのがこの信号場である。豊川鉄道の国有化後は、南側の下り線を国鉄、北側の上り線を名鉄が所有する形式に切り替えられたが、それは国鉄が民営化されて、JR 東海となった現在も変わっていない。豊川鉄道国有化後は、国鉄側が信号の操作などを担当している。 国鉄は1963年に、平井信号場の操作を行う信号国書を小坂井駅に設け、それに伴って信号場を小坂井駅構内扱いとしたが、名鉄側は扱いを変更していない。なお、飯田線の運転士の時刻表には、現在も平井信号場の記載がある。ありがとうございます。